韓国がショック、キム・ミンジェは売れなくて残留に。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。今夏日本代表伊藤洋輝選手がバイエルン・ミュンヘンへの移籍を決め、同じディフェンダーの韓国代表キム・ミンジェ選手の去就が噂されるようになりましたが、米紙フォーブスによるキム・ミンジェは不良再建との報に韓国メディアがショックを受けているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。シュツットガルトから日本代表ディフェンダーの伊藤洋輝を引き抜いたバイエルンは、さらにレバークーゼンのブンデスリーガ無敗優勝に貢献したドイツ代表ディフェンダーヨナタン・ターの補強が取り沙汰されている。一方でキム・ミンジェ、マタイス・デ・リフト、ダヨウ・パメカノら既存センターバック陣の動向も騒がしくなっている。そんな中、韓国メディアスポーツ朝鮮は同国代表ディフェンダーの去就について、衝撃だ、キム・ミンジェミュンヘン残留理由は売れないからと見出しを打った記事を掲載、次のように伝えた。キム・ミンジェが所属チームのレギュラー争いで押し出されたが、今夏の移籍市場では売却されないと予測されている。むしろ主力センターバックとして活躍したオランダ代表デ・リフトの移籍説が多い。同メディアは、米紙フォーブスは現在バイエルンの守備陣で売れそうな選手がデ・リフトしかないと分析した。バイエルンは守備の組織力の問題を指摘された。夏の移籍市場が開かれるや否や日本代表ディフェンダー洋輝、伊藤を迎え入れた。バイエルンはこれで満足していなかった。レバークーゼンからドイツ代表の主力センターバックターを連れてくる計画だ。実現するためには少なくとも主戦級のディフェンダーを売却しなければならないとし、こう綴っている。フォーブスはターはおそらくバイエルンでデ・リフトにとって変わるだろうと展望した。タがバイエルンに来たら伊藤、エリック・ダイヤーと共に主力グループを形成することになる。デ・リフトでさえ4番手に降格する。フォーブスは一見すると奇妙な動きだ。ターが28歳である一方、デ・リフトはまだ24歳で、過去2年間バイエルンで最も着実なディフェンダーだったと指摘した。記事はフォーブスはウパメカノやキム・ミンジの代わりにデ・リフトが売却されるのはおかしい、2人とも昨シーズンに苦戦したからだ、しかしこれは小さな問題だ、ウパメカノとキム・ミンジは共に不良再建なのだと診断したと報道、こう続けている。フォーブスはウパメカノは彼のキャリアのこの段階で販売するのは難しい、キム・ミンジはイタリアで若干の需要があったが、バイエルンが連れてくるために支払った移籍金は5000万ユーロだ、これを回収するのは難しいだろうと、ウパメカノとキム・ミンジは事実上売却が難しいと評価した。果たしてバイエルンはマンチェスター・ユナイテッドが関心を示しているというデ・リフトを放出するのか、キム・ミンジやウパメカノの立場はどうなるのか、その動きに注目が集まっている。このように報じています。米紙フォーブスの記事によると、キム・ミンジェ選手は不良再建ということになりますが、我々から見るとまあそうなるでしょうねと率直に感じてしまいます。ですが韓国メディアからすると衝撃となるようですね。正直なところ、伊藤洋輝選手の獲得はセンターバック、サイドバック両方を見据えてのことだと思われ、そこまでミンジェ選手を追いやる選手ではないように思えるのですが、バイエルンがヨナタン・ター選手まで獲得するとなると、すでにダイアー選手が有力なセンターバックの候補であることから、ミンジェ選手にとってはかなり厳しい状況となりそうです。では次にこの件に対するネットの反応を見ていきましょう。売れないのは移籍金の問題だけでなく、16億円と言われる年俸の問題もある。年俸大幅カットは本人も受け入れないだろうから、一部をバイエルンが負担して別のクラブに一時的に移籍させるしかないと思うよ。年俸はスポンサーが大部分を肩代わりしているだろうから大幅カットは必要ないだろう。ビッグクラブでは移籍して複数年の高年俸をもらってレギュラー争いに敗れたら移籍できなくなる、そんなのはよくあることだし当たり前。キム・ミンジバブルで高値がついてしまったが、もともとそこまでのレベルではなかっただけのこと。伊藤と絡めて語ることは何の意味もない。 S 級スター選手が売れないなんておかしな話です。キム・ミンジェは別に悪い選手ではない、ただ能力以上に年俸も移籍金も高すぎる。未だに衝撃と言っている。
あなたたち以外は当然だろうと思っている。なんか韓国メディアはずっと衝撃受けてるね。イタリアであれだけの結果を残した選手をたった1年で見切るには早すぎると思うが。ナポリにローンは、買い取るチームは皆無だろう。ブンデスリーガには合わないし、適性を見極めず獲得したのは失敗だったな。そもそも移籍金が5000万ユーロで、契約期間もまだ1年しか経っていないから高くて売れないでしょう。売れないと分かっていることをズバッと言うようになったな。買ってくれるとしたらサウジしかない。なかなか厳しい意見が多いようですね。キム・ミンジェ選手ですが、確かにバイエルン1年目のシーズンは評価を下げる結果となりましたが、1年目はダメでも2年目に巻き返す選手は確かにいます。こと対人能力に関しては秀でたものを持っていると言われるだけに、来季どのクラブに所属することになっても頑張って評価を取り戻せば良いように感じます。人ごとながら一応応援したいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。